いろいろあったじゃん。結局、この間の動画でどこまで言ったか忘れちゃったけど、うん、マスクをしなければいけないっていうようなことがあったりとか、うん、あそれから、扇風機もダメだと、うん、それからエアコンももちろんダメと、うん、そういった環境を作り上げた状態で、で気温も関係してくるから9時半にやるということで、うん、いろんな要素があったわけよ。ただ金に一つ取っても、うん、ちょっとの時間なんだけど、そんなに長くなかったんだけど、いろんな要素がある中で、で風関係のことは答えは全部聞いたわけよ。その3種類、エアコンも、ね、うん、マスクも、うんうん、なるほど、そういうことかって、そんなちょっとの炎の揺れもダメなんだって、うん、あれって、うん、まあ、確かに、ね、すごくそれを聞くと繊細だよね、うん、ほんの息の加減の炎の揺れもダメだと。そうですね。あでもう、まあ、そこまで行ってなるほどなって思わされてさ、うん、そこも結構あれだったわけ。俺としては新鮮な感じがしたわけよ、うん、今までは別の焼き方でしか見たことなかった、あんな焼き方見たことなかったんで、うん、はっきり言って、うん、だからすごく新鮮だったんだけど、どうしても腑に落ちないっていうか、一つだけわからない、聞き忘れてたっていうか、聞いてなかったっていうか、うん、ことが、なぜ9時半か、うん、うん、すごいぴったり9時半だったんですよ。あ、そうなんですね。そうそう。で、そんな別にぴったりじゃなくてもいいんじゃないかなっていう思いがあったんだけど、そこだけ聞き忘れてたわけよ。うん、9時半だったら、すっと立ち上がっていくぞって言ったんだよ。うんうん、どうしてそこまで微妙に正確に9時半にやるのっていうことを聞いたんだよ、うん、まあその答えがびっくり仰天、うん、想像もできなかったね俺には。へえ、とても。どんなんですか、なんで、うん、なんでそんなぴったりなの、なんでそこまで気を使うの、うん、で当然のことながら普通の風が外から入ってくるような環境もダメなわけよ、うん、ある意味密室みたいなような感じじゃないとダメだっていうわけ、あの方法は。なるほど。うん、だったら分かんないかってそこまで言って、うん、言われて、9時半前だと、うん、そんな密室な中で、暑いだろって、単純に。うん、暑いから9時半まで待ったらしいんですよ。もう驚きで、うん、何の神秘的なものもありませんでした、そこには。本当に。密室空間が出来上がるんで、できるだけ気温が下がった時にやりたかったっていうのが答えだったらしくて。まあ、拍子抜けしたよね、その、うん、その他の神秘的な部分のことを考え合わせると。うん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 、もっちょっとすごい答えが出てくるのかなと思ったら、単純に暑いからだそうです。なんか9時半っていう数字が関係あるのかとかちょっと勘ぐっちゃいました。そうそうそう。しかもぴったりの時間だったし、本当に立ち上がる時がかっこよかったわけよ。うん、とにかくだからやっぱりあいつは本当に何、うん、ていうのかね、寒いのも嫌だけど、うん、暑いのも本当に嫌う、極端にすごい神経質だからやっぱりね。うん、ただそれだけの理由。だそうです、今日は。俺はもっとかっこいい話が出てくると思って非常に真剣に聞いたんだけどね。ちょっともかっこよくありません。心とか何も関係なかったですね。そうそうそう、心とかね、その系統の話を結構期待してたんだけどね、うん、